はい、エンペチャンネルです。鈴木さんの GSXR1000。こちらね、車検でしたね。継続検査で入庫でございます。まあ、当店の方でね、何度か車検、点検整備の方はさせていただいておりまして、今回もね、車検ということで、入庫してまいりました。で、まあ、他にもね、車検の車両、映ってない車両がね、結構入ってきておりますので、もうちょっとね、店内の方はもういっぱいいっぱいになっております。でちょうど鈴木さんの車両が入ってきておりますので、まあ、鈴木さんにね、関連したお話でございますが、ここでね、問題です。鈴木さんがね、以前販売されておりました 50cc の2ストロークエンジンを搭載したスクーターレッツ2ですよね。こちらのレッツ2のスピードメーターケーブルね、フロントタイヤからそのスピードメーターケーブルを伝ってメーターの方へ回転を伝えて、メーターを表示させるわけなんですが、スピードメーターはね、その回転を伝えているスピードメーターケーブル、これがね一体いくらでしょうね、ちょっとお考えください。まあいきなりね部品の値段当ててくださいと言いましても、まあピンとこない方がね多いかと思いますので、これ大サービスのねヒントとしまして、当時そのレッツ2のライバル車種ですよね、競合車種として、ホンダさんの方が販売されていましたライブディオですよね、 AF34 と呼ばれるタイプの、これのねメーターケーブル、同じね、構成部品のメーターケーブルがいくらするのかと言いますと、現在の値段でね1190円、税抜きで1190円となっております。まあ当時はね、ライブディオとあとねスーパーディオ AF27、 このあたりがねそのレッツ2とね、よく競合車種として販売しております。まあ当店の方もね以前は 50cc のスクーターね需要がありましたので販売はしておりましたが、まあ当時はね10台まとめていくらとかね、そういうまあ仕入れとかをねしてたんですけれどもね、それでも売れてた時代なんですが、まあ、今ね、新車10台まとめてね、仕入れてね、まあ、多少マージンがつきますから仕入れてくださいと言われても、まあ、絶対仕入れはしません。まあ、それだけではヒントにならないかもしれませんので、同じ鈴木さんでそのレッツ2の後継機種としまして、4ストロークエンジンをね今度搭載した、アドレス V50 ですかね、そのメーターケーブルの値段ね、ここでヒントとしてお知らせしますが、1850円、メーカー希望小売価格1850円、税抜きですよね、このような価格となっております。まあ古いのでねもうちょっと高いかな、ね、2000円ぐらいしてね、まあスクーターのねメーターケーブル交換ですと、まあ部品代とね工賃入れてもまあ5、6000円ぐらい見とけばね治るかなという方が、まあスクーター乗られてる方ですとね、いらっしゃるかと思いますが、それではヒントの方をね、2つほどお出ししましたので、レッツ2のメーターケーブル、だいたいこのぐらいの金額だろうというのがね、頭に浮かんだかと思いますので、ここでね、正解を発表したいと思います。それでは、レッツ2のメーターケーブルですが、メーカー希望小売価格、税別9000円となっております。9000円です。もうケーブル1本がね、9000円となっております。まあ、メーターケーブルですと、バイク屋さんですとね、いろんな車種を扱ってますと、まあ大体2000円ぐらいかなというね、概算で頭にあるとは思うのですが、まあ9000円ですからね、これファックス注文されているね、お店だとしますと、ね、オンラインですとね、こう価格が出たりしますが、ファックスでね、そのままもう注文ということで、ファックス流してしまいますと、ね、部品が届いてみたら9000円ということで、もう腰抜かすかもしれませんよね。で、純正部品の取り扱いのある何太郎さんですよね。何太郎さんの方でもこの部品ね、発注できますので、ちょっとね、入力してみましたところ、消費税入れますと1万円超えでございました。希望価格ですのでね、絶対その価格で売らないといけないということはありませんので、まあその何太郎さんで注文しますと、1万円超えたメーターケーブルがね、手元に届くということになってしまいます。まあこれではね、お客様にちょっとね、請求することはできませんので、まあ社外部品ですとかね、最悪まあ中古のケーブルを探すとか、そういう風になるかと思いますが、まあ鈴木さんね、部品の買い、価格の買い手はね、時々あるのですが、
まあ、よくよくね注意して発注しないと、まあ、こういったね腰抜かすような金額のものがあったりします。あとねフォーストロークエンジンになったレッツですよね、こちらのマフラーですが、価格の方5万8700円となっております。もうね、中古で購入されてマフラーがね折れたとかなんとかでね、交換で、まあ人によってはねお前車両価格より高いじゃないかということになりかねませんのでね、まあお店の方としましてね鈴木さんの部品発注するときはねもうよくよく価格の方を確認した上でポチってね、お客様の方にもね修理お預かりする際にはもう必ずね鈴木さんの部品の場合は見積もりした方が良さそうですよね。まあ鈴木さんねたまにこういったトラップがあったりしますのでね、この部品はこのぐらいの金額だろうということでね頭の中で概算見積もり出してしまうと届いてみてびっくりということがね、たまにあるかと思いますのでこういう状況ですとね、よくよく見積もりしてね発注した方がいいかと思います。ということでね、今回は鈴木さんの純正部品を発注する際は、よくよく価格の方を確かめて、発注することをお店の方もね、お客様の方も、それで、ね、当店の方もしっかりね、注意して発注したいと思います。ご視聴ありがとうございました。